ベント GHC ヘビー級選手権、王者中島克彦対挑戦者モハメド・ヨネ。いよいよ今日タイトルマッチですが。そうですね、久々のタイトルマッチ、やっぱりね、レスラーやっててね、タイトルに絡むっていうのはね、本当幸せなんでね、今嬉しい気持ちでいっぱいですね。はい、ヨネさんにとってこの GHC のヘビーのベルトっていうのはどういう存在ですか？やっぱりね、本当に、なんていうのかな、重みがすごいですよね。今まで巻いてきた人もそうだしね、その戦いぶりもそうだし、まあ本当に尊重そこらのベルトではないなっていうベルトだと思います。はい、そのチャンピオンが今中島選手です。中島選手の印象は？いや、もちろんね、強いですよ。強くてね、若くてね、かっこいい、まあ今のね、ノアを象徴するようなチャンピオンだと思います。でもね、そこにいやいや待てよと、まだまだ俺らもできるぞっていうところでね、まあ、なかなかないパターンですけどね、おっさんの方から若い子にね、おー俺とやらせろっていうね、指名するのは。でもね、このベルトはね、やっぱりいくつになってもやっぱり欲しいなっていうね、そういうベルトですからね、まあ今日は本当に楽しみですね。はい、まあ、時代を止めるという形になると思うんですけれども、そうですね、まあ全員ぶっ潰して俺らの時代にするって言ってますから、まあ待てよと、まあ俺もじゃあ倒してからね、吠えて見やがれっていうところですよ。まあでもそう簡単には吠えさせないですよ。まあでっかいでっかいね、高くてね、きつい壁になってね、まあなんなら登らせないでね、俺がベルト取ったら爽快かなと思っております。はい、前哨戦から非常に激しかったですよね。まあ2人はそういう戦いになりますよね。まあ別に何ていうのかな、変な小細工する2人でもないですし、まあそういうタイプではないですからね、まあ真っ向勝負でね、まあどちらが倒れるかまでっていう非常に分かりやすい戦いになると思います。はい、前哨戦を戦ってみて、今日の勝敗を決めるポイント、これは何ですか？なんだろうな、やっぱり精神力じゃないですか。まあ本当にね、俺は打たれ強いですし、いくら食らっても立ち上がる気は持ってますけどね、まあその心までおられたら俺もね、立ち上がれないですから、まあ、そこを折らせないようにする、で相手のその心を折る、そういう戦いになると思います。まあ、今日は試合前に三沢さんの追悼セレモニーも行われますけれども、その日にタイトルマッチに立つ、そのあたりはいかがですか？まあ、本当ノアの象徴ですからね、あれだけ技を受けて受けて立ち上がって、それでうわーすげえなっていう人は今までね、俺も見たことないですから、まあ、そういうね、メモリアルの時にね、チャンピオンシップできて本当に幸せですね。今日の試合期待してます。ありがとうございます。今日は5度目の防衛戦ですが、はい、今どんなお気持ちですか？いや、もうモハメド・ヨネという、まあ、大きな壁を越えることしか考えてないですね。はい、このモハメド・ヨネというのはどういう存在ですか？まあ彼もね、自分の時代に戻すとで、まあ、言ってるんで、まあ本当にまあ、ヨネさんとか上の世代というのは本当に大きい壁だと改めて感じているので、でもそれに負けたらもうこの先ないと思っているので、僕自身がしっかり今日の試合で勝って、その先のまあノアの未来というか、そういうのも掴みたいなと思っています。はい、前哨戦の中では KO されるシーンもありましたけれども、そのあたりというのはどうですか？まあ、彼もまあ大役出身なので、もちろん大役食らったら終わりかなっていうその緊張感ありますけど、まあ、それはお互い一緒なんで、まあ、先に仕掛けようと思ってます。はい、先に仕掛ける。はい、改めてこの GHC のヘビーのベルトの象徴だと思いますけれども、これを巻くその意義といいますか、思いというのを教えていただきたいんです。そうですね、まあ、今日は、まあ、三沢さんのセレモニーも、まあ、あるので、それは偶然なのかわからないですけど、まあ、その中で三沢さんがね、見守ってもらっている中でこのタイトルがあるので、しっかり、まあ、ノアの未来を見せられて少しでも安心してもらえたらいいかなと思ってます。三沢さんとはシングルマッチ2回やってますよね。はい、どんな思い出がありますか？
そうですね、なんか、まあ、僕の当時の技を全て受け切った上でもう最後がっつり回って負けたんで、なんか、まあ、レスラー、プロレスラーとしての理想というか、そういうのはすごく感じましたね、はい、相手の技を受け切った上で勝つっていう、まあ、シンプルですけど、でも本当にその姿をもう実際戦って見せてくれたっていうのは本当にあの時の思い出は今でも忘れないですね、はい。まあ、今日も激しいその打撃戦になる、そして激しい戦いになると思うんですけども、そのあたり踏まえて、うん、まあそれはもう覚悟の上なんで、はい、まあリングに上がる時もリングを降りる時も、まあ、ベルトを持っていたいと思ってます、はい。では最後にファンの方に一言お願いします。はい、ついに今日、モハメド・エルと戦います、しっかり夜の高いそして大きい壁をぶち破ってしっかり俺の元にまたベルトが戻ってくるようにしたいと思います。なぜなら俺は止まらねえ。時代の流れを止めるのか、それとも時の流れは止まらないのか。2008年、佐々木健介に挑んだ一戦から始まったモハメド・ヨネの GSC 挑戦の歴史。今宵、3年ぶり4度目の挑戦、そのリングに向かいます。初代 GSC ヘビー級チャンピオン、三沢光晴さんが腰にベルトを巻いた姿で見つめる決戦の舞台。この舞台にモハメド・ヨネがその方を進めていきます。これまで自身が阻まれてきた熱き壁となって強くチャンピオンの前に立ちます。時の流れが止まらねえなら強引に止めてみせよう。それが自身が生きてきた生き様、これまでのプロレス人生、その全てをぶつけます。ヘビーの挑戦者が待つリングに向かうのは今日で5度目。しかしそのリングに待つのは一人ではありません。今日の一戦を見届けるべく初代チャンピオン三沢光晴さん、かつてチャンピオン中島克彦も2度シングルマッチで戦った男が今のノアを知るためにリングを見つめています。そのチャンピオン中島克彦、その姿を現しました。歴史の始まりは2001年4月、有明コロシアム、三沢光晴対高山義弘、21分12秒の戦い。あの一戦から時計の針が動き始めて16年。今のノアのその頂点に立つ男が、ノアの象徴たる GSC ヘビーのベルトをその肩にかけてリングに向かいます。前哨戦では苦渋をなめたこともありました。それだけの挑戦者の覚悟を肌で感じました。モハメド・ヨネというノアの歴史を知る男を倒して新しいノアの未来へ、新しい時代の新たな象徴、それがこの今のチャンピオン中島克彦。その手に逃げる箱舟の舵は絶対に渡さない。それはなぜなら俺は止まらねえから。
チャンピオンリングイン。今一度そのチャンピオンベルトが返還されます。そして放送席の脇には次期挑戦者古藤康の姿もあります。このベルトをめぐる三者三様の戦い、挑戦権を手にしている古藤康が見つめる前で GHC ヘビー級選手権試合が行われます。GHC ヘビー級選手権試合60分一本勝負を行います。アフォルは挑戦者240パウンドミスターアフォルモハメド・ヨーネ。これが俺が生きた道、生き様を見せつけようモハメド・ヨーネ。中島勝彦。止まらない、今のノアがここにある。第28代王者中島勝彦、60分の一本勝負です。ナビゲーションイズブリーズ2017最終戦 6.4 後楽園ホールメインイベント GSC ヘビー級選手権試合、チャンピオンが中島勝彦、対するチャレンジャーモハメド・ヨネ。3年ぶり4度目の挑戦になります。今60分一本勝負のゴングを聞きました。両雄チャンピオンにとっては5度目の防衛戦になります。今ゆっくりと2人が動き始めました。ヨネコーレが起こっています。まだ睨み合いから今組み合った。リング中央押し込んでいったのはチャレンジャーヨネ、しかし体を入れ替えたチャンピオン中島勝彦。そして中島勝彦睨み上げてモハメド・ヨネ、距離を取りました。緊張がありますね、はい。放送席ゲストは第6代 GHC ヘビー級チャンピオンの小林健太さんです。よろしくお願いします。お願いします。小林さん、はい、この GHC のベルト、はい、この2人が今のノアを象徴する形で戦っています。そうですね、はい、はい、まあ、今新時代を開けようとしている中島、はいはいはい、これまで鈴木、北宮、はい、杉浦、はい、塩崎と応援してきているの で、ね、本当に安定してきた、はい、チャンピオンになってきています。そうですか。でも、はい、まあ、ヨネであったり、うん、こう次々来る挑戦者を、はい、しっかり、しっかりしたこう試合をしてですね、うん、こう防衛しないといけない、その形も責任もしっかりと果たしてきてます。はい、はい、そうですか。いいチャンピオンになってきました。そうですか、はい。さて解説の佐久間和彦さん、はい、この2人ですけれども、このヨネが、まあ、中島にグローバルタッグリーグの前から挑戦を訴えていて、はい、うん、そして、まあ、その結果をグローバルタッグリーグの中で見せてきましたよね。そうですね、まあ、やっぱりヨネとしてはこう中島は、まあ、かつてタッグも組んだこともありますし、はい、戦いがいのあるチャンピオンだと思うんですよね。まあ、ヨネ打たれ強さがモットーの一つでありますし、強烈な打撃がありますので、はい、中島勝彦はこの打撃で真っ向から勝負してくるタイプで、はい、自分の、ね、良さを一番ぶつけられるチャンピオンなんじゃないかなという気もするんですよね。中島の方もね、もちろんこれを全て受け止めた上で勝つという気持ちでしょうから、はい、こういうね、蹴り合いというのは、はい、今日はこの先どんどん見られると思いますよ。そうですね、まあ、チャンピオンとしても小林さん、はい、意地の張り合い、それには受けて立つという部分があるでしょうね。チャンピオンは意地立たないとい
けないですからね。ああ、それは、それがチャンピオンのチャンピオンたるゆえになるわけですね。そうです。坂森切って3連発、これはいいですね。いつもね、余裕のあるときは4年1発ずつ打ち合うんですけど、はい、今ね3発連続でいきましたよね。これはね、やっぱチャンピオンをこれで崩していこうという意気込みの表れですね、はい、そしてこの一戦を、そうなんですよ、いつもヨネは付き合うんですよね、はい、その攻防に。あ、そうですか。今日は今自分でその流れを断ち切りましたから、面白いんじゃないですか。あ、そうですか。今日のヨネは、まあ、佐久間さん、はい、前哨戦を振り返りますと、まあ、ヨネが筋肉バスターで勝利を得たり、あるいはダイビングのギロチンドロップでスリーカウントを奪ったり、うん、あるいは右ハイキックでこのチャンピオンを KO に導いたというシーンもありましたよね、はい、そうですね、ヨネのハイキックであったり筋肉バスターというのは確実にチャンピオンを倒せる武器であるということは間違いないんですよね、はい、いかにそこに持っていけるかなんですよね、うん、ただこのキックの攻防というのは中島にもハイキックありますから、はい、まあ、モロハの部分もありますよね、ハイキック狙う際に相手のカウンターも気をつけなければいけない、はい、やっぱりよりいいのはやっぱ筋肉バスターにいかに持っていけるかですよね、うん、はい、その流れという部分ですよね。そうですね。一方で佐久間さん、はい、この中島もバーティカルスパイク、うん、あるいは右ハイキック、あ、あ、これも強烈です。これを前哨戦の中で見せてきましたよね。そうですね。あー、タイルボー、今日のようにはひどい試合も、はい、そして三沢さんを見つめている、うん、さあ、もう一度エルボー打ち込んだ。あの、ヨネがどんどん前に出てくるので、中島は自分の打撃の前に今できてないですよね、はい、さあ、ノリハム、そしてゆっくりとその距離を詰めていきます、まあ、両者ともにかつて三沢光晴さんとシングルマッチで戦ったことがあります。まあ、ヨネは2003年に仙台で戦ったことがありました。それからこの中島も2度ほどこの三沢さんと戦ったことがあります。まあ、いずれも三沢光晴さんが勝利を得ているんですが、その中で得たこの経験というものがチャンピオンになって、あるいはチャレンジャーとして糧になってくるわけですよね、佐久間さん。そうですね。やっぱ三沢さんはね、こう、はい、若い選手と対戦するときなんていうのは、相手の持ち味をやっぱフルに出させて、その上で勝つという戦い方をやっぱしていたんですよね、はい、それをヨネも中島も味わってきていますから、特にね、今、はい、中島はチャンピオンですから、相手の攻撃をね、やっぱ全て受け止めた上で勝つ、はい、そういうね、試合をしたいという思いは当然あるでしょうけど、今日の米の勢いというのは、それをね、させないような勢いがありますね、はい、そうですね。まあ、米のこの GHC 挑戦の歴史を紐解きますと、小林さん、2008年には佐々木健介に挑戦をして、はい、あれは、これも強烈だ。いや、今日の米の攻撃は、一発一発重いですよ、はい、そして、体当たり、その後、健太に挑戦して、あるいは中田裕二に挑戦して、カバーに入ったカウンター2、いずれも敗退をしています。その2014年に中田裕二に挑戦して以来3年ぶり4度目の挑戦ということになりました、このモハメド・ヨネです。今日はこのチャンスにかけてるんじゃないですかね、はい、そうですね、はい、カーボディスラムから自らのロープを打ってガチンドロップ、これも佐久間さん、はい、伸びがありましたよね今。そうですね、はい、当たってる位置もね、喉元的確ですよね、はい、そして顎をロックして、もうこの辺りは小林さん、はい、ヨネがそのリズムを掴んでいますよね。今ヨネの、時間帯ですよね、リズムを掴んでますね。そうですね、はい、そして最後に三沢さんにそのチャンピオンの姿を見せつけます。そして首4の字に入ろうというところ、2001年4月15日有明コロシアムで始まったこの GSC の歴史です。まあ、これまで16年という時が流れてきました。そして GSC ヘビーの戦いは今日で126戦目です。これまで中島の28代のチャンピオンまで生まれています。28代ですか、もう、はい、ただですね、小林さん、はい、そのベルトを巻いたのは28代なんですけれども、はい、わずかに16人しかいないんです。あ、そして佐久間さん、はい、これまで挑戦してベルトを奪取できなかった人が29人います。
そう簡単に取れるベルトではないということですよね、はい、やはり小林さんは、ね、長きにわたってベルトを持っていましたけど、はい、次々来る挑戦者を退けましたからね、はい、まあ、そのベルトを取れなかったそのレスラーの中にはベイダーであるとか長野であるとか、はい、あるいは棚橋の名前もあります、はい、さあそのチャンピオンが米を振って、そして顔面ハイキック、しかし米はまだ動じません。そしてルキック強烈な一発を入れた。米のいい点は、はい、すごく受けが強いんですよ。お、はい、何をやられても立ってくるというところがあるんですけど、あ、そうですか、まあ、あんまりこのキックを受けすぎるときついですよね。そうですよね、長島のキックは強烈です、はい、まあ、米自身が挑戦をしても幾度阻まれてきた熱い壁、その壁になろうとしています。さあ、おしゃれキック、角度がありますね、はい、タメがしっかりやりました。ミサイルキックからカバーは、はい、カウントは2です。さあ、このチャレンジャー米を起こしておいて、チャンピオン中島勝彦、おーっとキックは空振り、そしてスモックにキックを入れて米が飛んでいく、しかしテイク、そして動きが止まった、わーっとエンジェイ、さあハイキックを打ち込んでいきました。前哨戦ではこれで失神 KO を食らうという場面もありました。バックを捉えていますが、それを切ります斜めの米、あーっと、さあここから米を倒しておいて、そして STF に入ります。今じっくり立て直しますね、はい、中島が、はい、あ、これで立て直せるわけですか。今自分のペースにしっかりと持っていこうとしてますね、はい、ちょっとね、激しい打ち合いが続いてましたからね、これは一旦自分が有利なグラウンドで止めてというところですよね、はい、昨年の10月23日横浜でスギーラを破ってこの GSC のベルトを手にしました。以来4度の防衛を重ねて、まあ、防衛を重ねるごとに小林さん、チャンピオンとしての戦いというものができてくるわけですか。そうですね、もう体に染みついてきますよね、チャンピオンとして、はい、その場内の声援を受けて、うん、自分がどうあるべきか、はい、どうすべきかと、はい、いうことも自分で考えて、はい、考えるようになりますから、はい、いろんな意味でやっぱり防衛をすることに成長していけますよね、はい、そうですか、はい、まあ、先ほどまでは流れが非常に苦しかったこの中島です。場内の声援もやっぱり4年に今日風向きに、はい、はい、場内が4年を声援しているような、そうですね、はい、画面ハイキック、でもチャンピオンはどんな時あってもチャンピオンじゃなくちゃいけない、はい、おお、どんな時であってもチャンピオンでなければいけないというのは、はい、こういう苦しい場面でもチャンピオンとしての意地を張らなければいけないということですか。そうです、はい、その誇り、プライドを持たなければいけない。今場内が4年コールですよね、はい、こういう時も苦しい立場であっても、はい、チャンピオンでなくちゃいけない、はい、はい、チャンピオンは、はい、そしてそういうチャンピオンを破るからこそ、これは中島が、はい、やっぱりみんなに認められてるからですね。なるほどね、米が、はい、米をみんなが応援しようと、はい、この強いチャンピオンを、こう米頑張れというみんなの応援だと思います。でそういうチャンピオンを破るからこそ新たなチャンピオンになれるわけですね、はい、モハメド・ヨネも言っていました、最後は精神力の戦い、心が破れた方が破れるんだろう。さあダイビングのクラチンドロップ、さあカバーに入った、カウントが入る、カウント2、そう戦前を話していました佐久間さん、はい、もうそういうメンタルの戦いにはなりそうですよね。そうですね、まあ、やっぱりこれだけの、ね、削り合いになってきますから、はい、心が折れた方がやっぱり負けますからね、そのあたり手の両方したともに、ね、理解しているはずなんでね、ここから先、ね、さらに激しくなってきた時の心の踏ん張りっていうのが、ね、大事になってきますよ ね、 そ、 うですね、まあ、それこそ GSC のその歴史を紐解きますと、まあ、チャンピオンの三沢さんであり小橋さんであり、死力を尽くす、もう体力的には限界も来ている、その先に心を折らない、
ファンの声援に応えるという部分があったわけですよね。そうですね、やっぱそういう戦いを、ね、乗り越えてこそこのベルトを負けるというのをね、はい、もう今あのチャンピオンの中島はそれが分かってますし、ヨネも、ね、過去の挑戦で、うん、味わってきてるわけですから、はい、ここを超えなければ勝てないというのが分かった上で戦っているので、よりね、こう激しい戦いになりますよね、はい、今小林さんも大きくうなずいていましたが、その通りです、はい、そういう主力の戦いを、そうですね、生きた、繰り広げてきたわけですもんね。もう肉体の後に、もうその後にやっぱり精神の強さ、はい、はい、それがまだ肉体を蘇らせますか、ね、はい、足つけ、尻餅をつくようにこのモハメド・ヨネが倒れました。さあ、その焦点は合っているか。さあ、今度はエルボーを打ち込んでいくのは中島克彦、そしてマウントポジションからエルボーを打ち込んでいく。さあ、このチャレンジャーのモハメド・ヨネ、ラストで亡くなってしまうのか。三沢さんが見つめる前でエルボーを打ち込んでいく、この中島克彦、そしてレフェリーを飛ばした。さあ、もうこれは魂と魂のぶつかり合いだ。打ち込む中島克彦を耐えるモハメド・ヨネ。いや、このね、なりふり構わずチャンピオンが行くという姿がまたいいですよね、はい、眼光鋭くなった。そしてバック捉えて前から後ろからサッカーボールキックを打ち込んでいく。そして自らブロックに飛んだモハメド・ヨネ、足を捉えた。その足を捉えた。しかしそれでもなおエルボーを打ち込んでいくモハメド・ヨネ、倒れない、なんとか踏ん張っている。その量の足をリングに立てています。ぐらついた。それでもなおヨネをこの声援に応えることができるか。モハメド・ヨネの返しが早いですよね。なるほど、返しのエルボー早いです、それだけモハメド・ヨネは苦しい状況、苦しいですね、それを見つめることができるこのチャンピオンの中島克彦です。エルボー連打、うわ、顔面張っていく。あー、下を出した。あーと張り手打ち合い、もう一度3連発、チャンピオンがふらついている。4連発、5連発、心を折ることができるのは果たしてチャレンジャーのモハメド・ヨネか、それでも折れないのがチャンピオンなのか。さあ、カバーに行こうというところ。しかしそのチャンピオンの状況を確認しに行きます。なんとか立ち上がってきた。よく見ています、中島。しかしモハメド・ヨネ、視力を使ってラリアット、リング中央一回転抱えながらで、さあ、あと1秒か。旗を上げました。まさにこれまでのプロレス人生、その阻まれてきたそのプロレス人生、生き様を見せつけているモハメド・ヨネです。まさにチャンピオンに、これまで自分が経験してきた熱き壁、うん、それを今このリング上で体現しています。ヨネ、もう一気にこれ言ってもいいですよね、はい、かなりチャンピオンのダメージ大きいですよね。そうですね、立ち上がるのを待っている。戸上にかかるか。さあ、自らロープに積んで、もう一度飛んで、バリアット、リング上まさに大の字、チャンピオン中島克彦。さあ、どうだ。もうアウトスリーには至りません、はい、もう一回続けていかないと、ヨネチャンスですよ。そうですか、うん、大きなチャンスですね。そして、これは自らの得意技に持っていこうというのか。もう無理やり無理やり持ち上げていかないと。公式戦の中ではこのヨネが筋肉バスターで中島克彦からスリーカウントを奪ったことがあります。ニュートラルコーナートップに据え付けるフラフラのチャンピオン中島克彦に対して、その得意技、万全の体勢だ。ベルトに向かうか。いや、なんとか振りほどきました。上げたいですね、はい、逆に返していく。さあ、ヨネかバックを捉えた中島和彦、邪魔、垂直落下。
止めに入っていく。どうだ、意識はあるか。前から崩れていきました、チャレンジャーのモホルデーレ。さあレフリーを振りほどいて、そしてこのモハメド・ヨネを捉えようというのか。中島和彦が背中蹴り抜いていく。そしてもう一度今度は前から、そしてカバーに入る、当たり固め、カバーに入った、カウント、カウント制。よく返しましたね。ただね、ヨネここ苦しいですから、一つ返したいですよね。今もうチャンピオンこれフィニッシュの流れ来てますからね、なんとかバーティカルスパイクに持っていこうというところ、このチャンピオンの中島和彦。さあ、気持ちを入れ替えて、あー、バーティカルスパイク、垂直落下。さあ、カバーに入った。その流れは止まらない。チャンピオン中島和彦、モハメド・ヨネのその挑戦に、朝にピリオドを打ち込みました。そしてこの戦いを次期挑戦者小峠敦が見つめています。 6.25 福島県郡山大会のグレートボヤージ、このチャンピオン中島和彦に今放送席の脇で見つめていた小峠敦が今度は挑戦するということになります。まさに死力を尽くしてチャンピオンとチャレンジャーがそのお互いのプライドをぶつけ合いました。最後はその必殺のバーティカルスパイクを出すことができた中島克彦が、まさに辛くもそのチャンピオンとして防衛することができました。そして立ち上がった中島克彦、一歩一歩リング中央に歩いていって、そしてベルトを手にします。その視線の先にはモハメド・ヨネ。そのモハメド・ヨネはセコンドの肩を借りてこのリングを後にしようとしています。第28代の GSC のチャンピオン、このモハメド・ヨネを下して5度目の防衛に成功しています。そして中島和彦、深々とこのヨネに頭を下げました。応援に成功しました中島和彦選手です。防衛回数を重ねてきました。今日の防衛振り返ってください。いや、モハメド・ヨネ、これからも俺たちの強い壁でいてください。ありがとうございました。今日の後楽園はヨネ選手を応援する声もかなり多く響きましたが、その中で王者としての戦いを貫きましたね。それも応援していただいた皆さんのおかげです。ありがとうございます。そして中島さん、今日の大会の中で次期挑戦者が決まりました。そしてリングサイドからずっと今日の一戦を見つめていました。次のチャレンジャーにこの場から何か伝える言葉はありますか？そうですね、小峠さんか、上がってきてよ。とりあえず GHE ヘビー、次俺初挑戦します。あと小峠さんとか言わんでいいから。いつもよ、俺らで時代作るとかよ、俺らの世代で盛り上げるとかよ、俺はよ悪いけどよ、そんなことに乗っからんからよ、お前からよ時代奪い取らせてもらうからな。小峠敦史、
ビーの GSC の G もわからないあんたにこんなものは渡さない。逆にボトキャッシーあんたに GSC のヘビーの本当の重み教えてやるよ。まあでもこれもなんかの運命かもしれない。とにかく6月25日福島俺たちで盛り上げよう。右手を差し出した。それに応えたチャレンジャーの小峠敦史です。三沢光晴さんが今のノアを見つめています。では最後に中島さんから今日のお集まりのファンの皆さんに一言お願いします。皆さん本当に今日はたくさんのご来場本当にありがとうございました。人は夢を見たところまで行ける。俺はそれを信じて今ここに立ってます。そして俺は俺たちじゃなくみんなと夢を共有したい。これからももっともっと大きな夢を俺たちでいただいて俺たちで夢を作っていきたい。そのためにも俺は止まらない。ありがとうございました。メインイベント GSC ヘビー級選手権試合最後のこの舞台に立っていたのはチャンピオンの中島勝彦です。5度目の防衛に成功しました。そして初代チャンピオン三沢光晴さんに向かって今のノアを示すべくベルトを誇示しました。思えばこの中島勝彦がノアに初めて上がったのはあの2005年7月18日の東京ドームデスティニー。この日が来るのもある意味デスティニーにあったのかもしれません。あの第一試合から始まった中島勝彦の運命は今日のこのリングにつながって、そして次なる舞台は 6.25 福島県郡山大会グレートボヤージ、そのメインイベントで小峠敦史の挑戦を受けます。ありがとう佐久間さん。はい、中島が今のノアを体現してますね。そうですね、やっぱりね、三沢さんの時代、小橋さんの時代もそうだったんですけど、 GHC ヘビーのタイトルマッチの良さというのは試合が終わった後に敗者に送られる拍手なんですよね。今日イワン・モハメデに送られた拍手っていうのも素晴らしい大きなものでしたし、それはやっぱりチャンピオンがね素晴らしい戦いを見せたっていう裏返しでもあるんですよね、中島勝彦はそういう戦いを今こうリングサイドにねお客さんがもう来るところもねやっぱそうですよね、はい、チャンピオンを叩いてチャレンジャーを叩いて、それが GHC のタイトルマッチなので、まさに本当にいいチャンピオンになってきたなという感じがしますね。そうですね、小林さん、はい、かつてもこうしてタイトルマッチが終わった後に観客がこのフェンスを取り囲むというシーンがありました。そして小林さんの前に中島勝彦、おめでとう。今小林さん握手をしておめでとうという一言、改めて中島勝彦に対して、はい、本当にこのチャンピオンっていうのは最後しっかり自分の試合をしてしっかりしたプロレスを見せ見せないといけないという使命があります、はい、しっかり中島はそれを果たしてます、うん、はい、今日もそういう素晴らしい試合でした、はい、これからもねどんどんまだまだ伸びていくと思います、うん、そうですね、はい、チャンピオンとして成長していくと思います、は
の2005年の7月18日に東京ドームでこのノアのリングに上がった中島克彦です。その時には小橋さんは佐々木健介と戦いましたね。そうでしたね、はい、そして今時を経てこの中島克彦がノアを牽引します。その舵を握るのはチャンピオン中島克彦です。第28代のチャンピオンとして5度目の防衛に成功しました中島克彦です。それでは